皆さんこんにちは。バイオハザードビレッジプロデューサーの神田です。2021年5月に発売されたバイオハザードビレッジ、邪悪と狂気に満ちる村を舞台に主人公イーサン・ウィンターズの血縮を描いた本作は全世界650万本を突破する大ヒットとなりました。ありがとうございます。そんなビレッジをさらに楽しめる3つのコンテンツが収録されたウィンターズエクスパンション、そして本編とセットになったバイオハザードビレッジゴールデンエディションがいよいよ来月発売されます。まずは最新のゲームプレイ映像をご覧ください。追加 DLC 一つ目のコンテンツはファンからの要望が多かったサードパーソンモード。ビレッジのメインストーリーを三人称視点で楽しむことができます。一人称視点では見えなかったイーサンの動きをたっぷり見ることはもちろん、三人称視点ならではの恐怖も感じることができます。戦闘はオリジナル以上にシリーズファンには馴染みやすいプレイフィールに、過去作 RE2 や RE3 で楽しめるガンアクションに加え、ガードや蹴り返しといったビレッジならではのアクション、限られたリソースをうまく使いこなして死に物狂いの状況から生き延びましょう。続いては新シナリオ、シャドウズ・オブ・ローズ。こちらも三人称視点でプレイできます。本編の16年後、イーサンの娘、成長したローズのサバイバルが描かれます。舞台となる意識の世界は、恐ろしくも異様な非現実。さまざまな異形たちがローズの正気を求め迫ってきます。この世界ではたった一度のダメージが命取りになります。秘められた力に悩むローズ、しかしこの世界ではその力が大きな助けになります。力で敵の動きを止めて急所をめがけていち早く打ち倒す、この生死を分かつ緊張感をぜひご体験ください。3つ目のコンテンツは進化したザ・マーセナリーズ・アディショナル・オーダーズ。ハイテンポなゲームプレイが楽しめるザ・マーセナリーズに追加ステージ、追加プレイアブルキャラクターが参戦し、さらに重厚なプレイボリュームのゲームモードへと進化。ドミトレスクやハイゼンベルクといった個性的な追加キャラクターがシリーズでも異彩を放つアクションを繰り広げます。今回ご紹介した追加 DLC ウィンターズエクスパンション、本編と追加 DLC のセットバイオハザードビレッジゴールドエディションは10月28日発売予定。限定特典として追加シナリオシャドウズ・オブ・ローズで使用できるローズの衣装、ストリート・ウルフ・アウトフィットをプレゼント。ぜひご予約ください。さらにバイオハザードビレッジが新しいプラットフォームにも登場します。こちらの MacBook Pro でも遊べるようになります。 Mac で遊べるバイオハザードビレッジが2022年発売。 Apple シリコンに対応したことで繊細なグラフィックをパワフルに表現することができました。 MacBook だけでなくM1 チップや M2 チップを搭載した全ての Mac でプレイ可能です。対応機種は公式サイトをご覧ください。私たちはより多くの方々にバイオハザードシリーズを楽しんでいただきたいと思っています。そこで今回 Nintendo Switch クラウドバージョンの配信が決定いたしました。 Nintendo Switch で発売予定のバイオハザードビレッジクラウド、バイオハザードビレッジがインターネットに接続しながら遊ぶクラウドバージョンで登場。今までビレッジのプレイ環境がなかったゲームファンも遊べるようになりました。発売日は2022年10月28日。今回ご紹介した追加コンテンツウィンターズエクスパンションは12月2日配信予定です。クラウドバージョンの動作を確認できる体験版も配信中です。
任天堂スイッチでのクラウドバージョンはバイオハザード7、バイオハザード RE2、バイオハザード RE3 も配信予定。バイオハザード7のクラウドバージョンは無期限プレイ版として装いを新たに登場です。ここまでご紹介してきたバイオハザードビレッジですが、東京ゲームショー2022カプコンブースにてプレイステーション VR2 版のプレイアブルを出展中です。究極の没入感が体感できますので、ご来場の方はぜひカプコンブースまでお越しください。続いては来年発売予定のこちらのタイトルからメッセージが届いています。どうぞ。皆さんこんにちは、カプコンの平林です。バイオハザード RE4 を発表させてもらって、多くの皆さんからの反響をいただいております。本当にありがとうございます。本日皆さんにお伝えしたいことがありまして、お時間をいただきました。バイオハザード RE4 はプレイステーション5をはじめ最新世代機に合わせて開発を進めておりますが、現行世代機での検討も続けておりました。この度この場をお借りしてなるんですけれども、本作がプレイステーション4へ対応することをお伝えしたいと思います。加えましてバイオハザード RE4 の最新情報なんですけれども、来月にバイオハザードショーケースをお届けすることになりました。そちらでたっぷりと本作の最新情報と魅力の方をお伝えできればと思います。それでは皆さん、バイオハザードショーケースでお会いしましょう。